くぞ。まさか、あの身のこなしは。ジリンやケフラと戦った時と同じ。こりゃ、もう一波乱ありそうじゃばい。今回がおそらく、いえ、間違いなく正真正銘最後のチャンス。限界突破による肉体への負荷は、神の領域により深く踏み込むほど大きくなる。もはや誰からの助けもなく、回復の手段も残されていないこの状況。次にあの瞳の輝きが消える瞬間、それは全ての決着の時。不完全な身勝手の極意なら、敗北を遅らせるだけの悪あがきよ。不完全と言ったな。ジレンの攻撃も勢いが増している。まずいね。悟空、急げ。何かではないのか。お前たち黙って見ていろ。強さの先にあるものか。悟空、またすごくなった。スーパーすごくなった。確かに、これは大変にスーパーなことですね。ウィス、悟空はとうとうたどり着いたんだな。はい。まったく、本当になんてやつだ。あの姿、あの輝き、あれが、あれこそが完全なる身勝手の極意。そんなはずはない。俺は負けん。負けるはずが。手加減はせんぞ。凄まじい木の嵐じゃ。ジレンの木がさらに膨れ上がっている。行かせてもらうぞ。押せ。なぜだ。なぜ何度やられても立ち上がれるんだ、孫悟空。17号やベジータ、それに他のみんながオーラに託してくれたんだ。その思いにかけてここで一歩も引くわけにはいかねえ。黙れ。そんなものを俺の力の前では無意味だ。無意味じゃねえってこと、オーラが見してやる。孫悟空のスピードが上がっている。ありえん。なぜそんなことが。そんなこともわからんのか。悟空は自分のためだけに戦っているんじゃない。俺たちの思いも背負っているからだ。ピッコロの言う通りじゃわい。悟空は互いを高め合える者たちだ。おる。それはお互いにとってかけがえのない大切なものと同時に、悟空を奮い立たせる存在なのに、自分一人の力などとあやつはこれっぽっちも思ってないだろうな。そんな悟空がいたから俺たちは今ここにいるんです。戦いながら周りの人間が不思議と引きつけられる。それが悟空という男なんだろうな。俺がオーラたちの力だ、ジレン。何が仲間だ、何が信頼だ。それを認めたら俺の今までを全て否定する。ついにやったか。すげえぞ、悟空。勝った。かWe'll be right back.
行くぞ。まさかあの身のこなしはジレンやケフラと戦った時と同じ。こりゃもう一波乱ありそうじゃない。今回がおそらく、いえ間違いなく正真正銘最後のチャンス。限界突破による肉体への負荷は神の領域により深く踏み込むほど大きくなる。もはや誰からの助けもなく回復の手段も残されていないこの状況、次にあの瞳の輝きが消える瞬間、それは全ての決着の時。不完全な身勝手の極意など敗北を遅らせるだけの悪あがきよ。不完全と言ったな。つまり今の強さのその先が存在するということ、それを無視して勝敗を決めつける。それはこの状況から奴が極意を極め次元を超えるとでも言いたいのか。ありえん。それこそ寝言だ。そこの力の大会、そのわずか。ジレンの攻撃も勢いが増している。まずいね。悟空、急げ。何かではないのか。お前たち黙って見ていろ。強さの先にあるものか。悟空、またすごくなった。スーパーすごくなった。確かにこれは大変にスーパーなことですね。ウィス、悟空はとうとうたどり着いたんだな。はい。まったく本当になんてやつだ。あの姿、あの輝き、あれこそが完全なる身勝手の極意。凄まじい木の嵐じゃ。ジレンの木がさらに膨れ上がっている。なぜだ。なぜ何度やられても立ち上がれるんだ。孫悟空。17号やベジータ、それに他のみんながオラに託してくれたんだ。その思いにかけてもここで一歩も引くわけにはいかねえ。黙れ。そんなものを俺の力の前では無意味だ。無意味じゃねえってこと、オラが見してやる。限界突破。上がっている。ありえん。なぜそんなことが。そんなこともわからんのか。
悟空は自分のためだけに戦っているんじゃない。俺たちの思いも背負っているからだ。ピッコロの言う通りじゃわい。悟空は互いを高め合える者たちがおる。それはお互いにとってかけがえのない大切なものと同時に、悟空を奮い立たせる存在なのじゃ。自分一人の力などとあやつはこれっぽっちも思ってないやろうな。そんな悟空がいたから俺たちは今ここにいるんです。戦いながらも周りの人間が不思議と引きつけられる。それが悟空という男なんだろうな。俺がオラたちの力だ、ジレン。何が仲間だ、何が信頼だ。それを認めたら俺の今までを全て否定することになる。そんな力俺は信じない。そんなものは簡単に消え去るんだ。行け、カカロット。ジレンに勝ってみせろ。孫悟空があの状態だ。俺たち二人でやるしかないな。言われなくても。立つんだ、ジレン。何のために今まで誰も信頼せずに、お前がお前の強さを信じられなくても俺は信じている。すまなかったな、二人とも。任せっぱなしになっちまったよ。お前、動けるのか。あなたも後ろに下がっていてはいかがですか。今ここで三人が協力して立ち向かねえと、第七宇宙は消えちまうんだぞ。孫悟空、再び立つか。俺の前に。おめえの叩き方、勉強になったぞ。こちら。うわ、かもしんね。私を生き返らせるという約束、覚えているでしょうね。フリーザ、覚えているのかと聞いてるんだ。おめえが約束破らねえ限り、オラは約束を守る。それおめえが一番よく分かってんじゃねえのか。あなたのそういう甘いところには程度が出ますが、今だけは感謝して差し上げますよ。二人とも仲直りは済んだか。死んでも治りませんよ。こっちだ、こっちだ、引きだ。うわあ、まだまだまだ行くぞ。やっか、あたるか。うわあ、やっ、うわあ、つわあ。さあ、走れ。あっ、気合い入れるぞ。
これがオーラたちの元気玉だ。ほら燃えてんだ。よきを見せてやる。これがオーラたちの元気玉だ。10倍火力剣、いや20倍だ。私を投げ飛ばしなさい。わかった。えりゃあ！ああ！ありゃあ！決めろ！悟空、フリーザ！いえ！これが信頼。第七宇宙の力。はあ、フリーザ。おっと、あなたからの礼なんてよしてください。約束さえ守っていただければ満足ですよ。あ、分かってっさ。ジレンさん脱落により第11宇宙消滅でございます。ジレン、戦いが終わったばっかしなのによ、ほらまだまだ戦い足りねえんだ。おめえは嫌がるかもしんねえけど、戦うことでオラたちは一緒に強くなれたんじゃねえかって気がすんだ。また会いて。すごいやつだったな。ああ、悟空、また会いに来てくれる？お、もちろんだから。またな、善ちゃん。ベジータ、俺たちもっともっと強くなれっぞ。当たり前だ。サイヤ人の強さに限界などあってたまるか。